ということで期間限定3月29日から6月27日まで温野菜梅しゃぶだしの炭しゃぶ食べ放題やってます。ということで今日これを目当てに温野菜人生4回目3回目2回目来ちゃいました。ということで食べていきたいと思います。こちら温野菜すごい美味しいんですよね。肉のおつまみじゃんじゃん。スピードメニューとか、ね、早く食べなきゃダメなんでしょうね。こういうのは2秒ぐらいで食べる感じなんですかね。カレーもあるし野菜カレーもあるし、すごい温野菜って絶対人気あると思うんだけど、若い子たちとかに安いし、ね、そしてこちら紀州の梅しゃぶ美味しい食べ方、あ保育園の張り紙みたいな感じで可愛いですね。どうもプロだね。やっほーしゃぶしゃぶ、僕はしゃぶられる方です。ってことで今日は人生2度目の温野菜来ました。ということでね、まあここね港区の温野菜なんですけど人がいなくてラッキーです。いつもはなんだろうな、ちょっと今日は一人で来てるんで小声で何もできないですけどやっていきたいと思います。ちょっとね、いつも YouTuber さんと佐山さんとジンさんと食事動画撮るんですけど誰もいないとね何も面白いこと言えない。そして奇跡的にここマジガラガラです。ラケー、こっそりしゃぶしゃぶしていきたいと思います。誰にもバレないぐらいな感じでしゃぶしゃぶとやっていきたいと思います。はい、ということで来ました。温野菜のまず暑さを確認。あーそう、普通こんな感じでね、梅干しが1個落ちてますね、昆布だしで。そしておいしそう、これごまだれと普通のお味噌汁ですね。これは食べていきたいと思います。ご飯代頼みました。そして来ましたね、これ緑豊かな大自然もののけたちが。そして今日の目当て炭しゃぶ来ました。パンをしゃぶしゃぶって珍しいね。ということでいただきます。まずご飯からいただきます。トレーサラダでちょっとね筋トレ後なんですよ。筋トレ後でもうボロボロでプロテイン飲んできたばっかりでさっぱりいただきたいと思います。サラダ、うん、いい調理器使ってるわこれ。うん、これめっちゃしゃぶしゃぶするんだね。いや目の前が真っ白になった。これにつけていきたいと思います。ん？さっぱりコリコリうまっ。もうじゃあ次はもう3匹のタンを、うわやばい、また目の前が真っ白になる。早くね動画撮り終えたい。早く動画早く撮り終えて普通に食いたい飯を。いただきます。3枚しゃぶ。ということで大量のこちらえのききのこをしゃぶしゃぶしていきたいと思います。きのこ、うん、あれのきうまい。うん、食レポ中にメニューが来ると緊張してシャットダウンした。はい、ということで一気に頼みました炭しゃぶ3人前、そしてわかんないロース、そしてわかんない豚2人前、そしてちょっとわかんない
ちょっといろいろある。ベーコン、お肉、3、5、6、7、8、9、12枚ですよね。そしてこのきました、餃子と湯葉。じゃあお得意のね、一気にいただきたいと思います。次第ドーン、3人ダイブ。うわもうやだ、もう目の前が真っ白になって、お小遣いが半分になっちゃう。うんうん、うまっ。じゃあちょっと湯葉をいただきたいと思います。いただきます。湯葉って俺そお野菜で初めて食うかもしれない。そしてまたこちら一気に3枚ブイーンドビーン。そして目の前が真っ白、お小遣い半分。7人前食べました。じゃあちょっと回復してきたんで、またこちら赤身、はい、ドバーン、こっち入れたいと思う。うわまた目の前が真っ白だ。うんうん、これだ。うん、うまっ。うまい。マジボンバイやイノキ。そしてここで野菜カレーです。温野菜のよりカレー種類あったんですけど、野菜カレー食べました。そしてお腹いっぱいになった時に味変ということで、こちらランベリーのアイス頼みました。これ食べてカレーいっちゃいたいと思います。ランベリーのアイスいただきます。うまっ。うまい。一人でビデオ回しながらこれすっぺーやってる姿を客観的に想像したら、なんか頭おかしいやつみたいで回ってきた。いや、さっぱりしたところでこちらの野菜カレーいただきたいと思います。うん、おいしい。うん、カレーっていうよりなんだろう、バーモントカレーみたい。うん、はい、ということで最後カレーの後に締めのラーメンで終わりたいと思います。まさかの麺だけで来ました。いや、なんか後輩だったんで、これ僕このお茶碗ごとラーメン一杯来るかと思ったら、まさかの麺だけでした。食べたいと思います。分かんないですけど、とりあえずしゃぶしゃぶしたやついただきます。これ合ってるね、これ俺食べ方。麺をしゃぶしゃぶって俺初めて見たんだけど、うん、まあ美味しいのかな、これは。はい、ということで今帰りでタクシー乗って家に帰ります。ということでね、お会計3700円でした。一人3700円であれと食えるっていいですよね。だから温野菜一人で行く人は、まあ、ちょっと今日の動画を目安にしてもらって、
おすすめはね、まあ、タンしゃぶ美味しかったですけど、えのきがマジで美味しかったです。はい、えのきが。ということで、ぜひ温野菜行ったことない人は、ちょっと、まあ、行ってみてください。温野菜アイスが美味しいですね、あそこは。はい、ということで、ありがとうございました。ポロターンズポイント。ブルー。